討論族は中国の漢族、チベット族系の少数民族、中国政府に認定されている民族である。人口の大半は、雲南省土高立族自治州密議山、討論族ヌー族自治県のサルインガ川,川口に居住している。人口は約7400人。この民族は文字を持たず、討論族独特の言葉を使用する。討論族で使用される言語は、漢語。 チベット語、ミャンマー語系の言語を使用している。文字は持たないため、書物記録は木に縄をかけていっていた。人口は約7500人にも満たない小さな民族であるが、古来中国に存在していた民族である。唐の時代では、唐王朝の管轄であった。名称は古文章に、ソリという記述があり、名、真の頃には、曲と、討論族の記述が残っている。 独流は中華人民共和国建国時に名称が変更されたものである。討論族の生活は貧しく非常に質素な生活である。徹底した士族社会であるため、士族間の結婚を禁止している。民族服装は黒、白の布で構成される。かつて顔に入れ墨を入れる風習があった。討論族は自然には精霊が宿ると考え、アニミズムを信仰している。 その他に、キリスト教、仏教を信仰している。討論族のアニミズムにおける信念は、すべての生き物には、魂があるである。ありがとうございます。